どうも、お疲れ様でございます。まあ、宗教とかね、それから政治に興味がない方がいても、それは当然だと思いますし、興味がないということは、これ、麻生財務大臣のね、言葉を借りると、まあ、いいことだっていう風な見方もできるんですよ。というのが、自分のやりたいことに限界を感じた、それが制度的なものとかね、それから規制があったりとか、まあ、そういったもので阻まれていて、挑戦ができないっていう問題もあったときに、どうしても政治をうかがさなくちゃいけないっていうことがあります。あとは、 まあ、いろんなトラブルに巻き込まれた時に結局頼るのがそこにあるのがね、えー、政治行政ってものなんですよね、まあ、あの私たちは普段意識してませんけどもまあいろんな場面でね守られているっていう部分もあるのが政治なのかなと思います、まあ、とはいってもね普段政治に関わらないところでやっていくこともできてで、まあ、すごくいい言葉があるんですけども 政治に無関心でいられても、政治はあなたに関心を持っているっていうね。まあそういった言葉もあって、やっぱり税金の支払い、督促、パッときますよね。それもやっぱり政治の力であり、まあ何らかのバランスを取るために必要なんでしょうね。で、そのバランスが崩れているのか、適正なのかっていう判断もそれぞれあるかなと。まさに吉田さんが言われるように、どこから見るのかによって、まあそれは答えになったり答えになってなかったりするということなのかなと思います。 それぞれぞ状況は違いますからねで政治がカバーできる範囲っていうのはまだまだ狭いんでだからその政治のカバーできる範囲の外に外れた人っていうのは今のところ置き去りになってるって現状があるから志ある方はその政治のねカバーできる範囲を広げていく活動つまり政治家をやるってことになると思うんですよで私はねマージャン店をやってる時にやっぱり制度の限界政治の限限界界政治結構感じたんですよその一つがなんでマージャン店は金をかけてるんだとかね なんでマージャン店は深夜営業をやってるのに適発されないんだってことなんですよ。で、私の場合は法律を守ってマージャン店をやってましたんで潰れました。でも法律を無視して深夜営業をやったりとかお金を客にかけさせてるところって今でもやってるんですよね。じゃあなんでそういったところがね、のさばっていて、で、私の店はね、記憶正しく潰れたのかなっていう。まあこれは政治の限界でもあるし、その政治の限界を広げようとしなかった 事業者目線でしか動いてなかった私のまあ罪なのかなと思うところなんですよね。で、今ね、やっぱりこう、いろいろと、年を取って興味が広がった時に、やっぱ政治も面白いなというふうには思えてきたんですよ。以前は全然ね、興味がなくて、政治が関係ないところでね、俺たちは生きていくんだというところ、当然あったんですけども、だんだんと、あ、そうでもないなっていうふうに、私の場合はなってきたかなってところですね。もちろんどこまで行っても政治に興味がないし、 そんなこと言うんだったら国に出てもいいよみたいな方もいらっしゃるのはねどうしてもなくならないんでそれについてはまあ、とやかく言うことはないのかなと考えの違う部分っていうのはどうしてもねあの100人トイロありますからね10人トイロかで私も興味がなかったものに興味が出てきてでいずれまた興味がなくなるかもしれませんですねで今回ねその,あの創価学会と公明党のこのドンパチっていうのは結構私の興味を引いたんですよですんでこうやってね 創価学会っていうテーマであの動画の方を出してるわけなんですけどもそうするとねやっぱり私の知りたい情報ってのがコメント欄もしくはメッセージなどで集まってくるんですよねこれはなかなか面白い状況ですよ。ね吉永さんやっぱ私たちは発信することによって必ず答えをねいただけるんじゃないかなと思うんですよ。でマーケットが何を欲しがってるのかどのぐらいの金額で欲しがってるのかどういったものにお金を払うのかってことは発信していくに従ってやっぱり見えてくるところがあってじゃあプロモーションをかけていくとね だん,だんこうシリーズ化すると再生数は落ちていくんだけども最後までそのシリーズを見てる方っていうのは購入意欲が高いわけなんですよねでちょっと前にも吉根さんありましたけどもセールスが終わった後に買おうかどうしようかと思っていて買わなかった人に対して伸ばす手があるっていうねだから徹底的にいわゆるしつこくいくことによって答えっていうのは引き寄せることができるのかなっていうところですよねもちろん興味がなければそこまで引き寄せなくてもいいですしそもそもビジネスうまくいかない人ってビジネスに興味がないんですよね どもその欲しいを叶えるほどまでにまだねご自身ののデザイがが出てが出てててなななないなないいととと欲望っこか思ますよね、うんまあ、吉田さんとかはねもういつも言われてるようにもう飯食っていかないといけないから物を売るんだっていうところねそれは大したもんだと思いますよ。本当にもう10年とは言わないですけどもね6年7年ずっとこの暮らし慣れさせてますからね、うん、やっぱり相当な思いだと思いますしそれが当たり前になってくるとなんか一つね うん、頭を抜けたんじゃないかなところがありますよね。まあやばいと思う気持ちが。原動力なのかなと、それをビジネスで。なんか叶えていくのか。政治を。こういろいろと操作して、叶えていくのかって、まあ、その違いがあるぐらいじゃないかなと思うんですよね。答えがないことが答えか。まあ答えは。うん、見つかるとは思うんですけどね。うん、求めていけば、答えは見つかるのかなと、政治でも宗教でもビジネスでもね。 あ恋愛でも、うん、ということでございますじゃあ